た夜の闇に心を休めよう。遥か雲海の上を音もなく流れ去る霧は、絶え見ない宇宙の営みを告げています。アムネスティ・ゲイモトがお送りする音楽の出来、ジェットストリーム。今日はスイートメモリーにようこそいらっしゃいました。マスターは元ベースマンです。ミスターベースマン、決してこれではありませんので、あの爪が割れるんで、招き屋っていうのもちょっと厚塗りしてきています。こうやってやると爪が割れるもんですから、それで私の履歴書から、生まれも育ちも葛飾じゃなくて光市です。小中高と光で過ごしまして、大学は遠くに出ましたけど、ギターを初めて出会ったのは私高校1年の時に、バスクの先輩が、1年先輩がギターやってまして、部活の帰りにちょっと家に寄ったら、当時流行ってましたフォークソング、ジョーン・バイズとかですね、いろいろ流行ってましたね当時。それを一人でギター弾きながら歌ってるので、ああいいなと思って、その足で自転車で光くん帰ってたんですが、帰り道に質屋さんに寄りまして、1500円でギターを買って肩に担いで帰って、それが結局このギターはここ2年ぐらいしかやってなかったんです。それから金融機関に勤めまして、定年間際に50過ぎて老後の趣味何か持てないといけないなと思いましてですね、昔のギターひっくり出したらもうこれが箸にも折りもかからぐちゃぐちゃですって、それで楽器屋さんにギターを買いに行って、それからが始まりです。だから音楽的に始めたのは50からということです。タムさんに来ましたのは16年前で、在住16年目になります。今は家内と2人で静かに老後を暮らしておりますが、孫が3人おりまして、一番下の4歳の女の子が、私が家でギター弾いてると、じいちゃんじいちゃんって来るわけですね。で、じいちゃんはミュージシャンなんだよ、じいちゃんミュージーちゃんとか言ってですね、非常にギターも弾かせるんですけどね、まあ上手くなりやどうなりやわかりませんが、そういうことで、興味になっている人から本当に紳士淑女、お若い方もいらっしゃいます。本当にうちの孫と同じような子供さんもいらっしゃいますけど、最初は懐かしい映画音楽から行ってみたいと思います。夜霧の忍び合い、禁じられた遊び、ブーベの恋人、白い恋人たち、シェルボールの若さ、メドレーでお送りします。
しましたけど、なんとも年始めから紛争の多いことで
まあ、人類の歴史っていうのは本当殺し合いの歴史ですね。血の巻さい歴史を振り返ると本当殺し合いです。で、歴史というのは権力を取った者が歴史を作っているという権力主が歴史を分かれているというような感じで、まあ、ひたすらの世界平和を愛してやらないんですが、世界平和というのはジョン・レノンですね、愛と平和、平和を歌った曲でイマジンという曲がありますね。想像してみとか、宗教がなかったらどうだろう、所有というものがなかったらどうだろうというようなことですね。だから俺がっていうのはやっぱいけないですね、人間はね。私60過ぎてからですね、三角病を、自分の気づかないんですけど三角病っていうのがあるそうなんですよ。初めて聞かれた方いらっしゃいます、三角病。そうですね、私も初めてだったんですよ、三角病で。どういう病かと言いますとですね、自覚症じゃないみたいなんですね。恥をかく、義理かく、情けかく、自分では気づかないけど年を取るごとになんか三角になってくるそうです。だから他人から指摘するまではわからないんですが、極力その三角病にならないように気をつけております。ということで世界平和を守っています。
ありがとうございました。次は、ビートルズメドレーをやります。時々歌も入るかもしれませんが、もう適当にビートルズやります。ビートルズ一番有名っていうのはイエスタデイですかね。日本語訳昨日言ってみます
ばっかりやるとあれなんでちょっと歌謡曲やりましょうね。昔のやつは、あの最後テレビ大好きで、懐かしい最後テレビは、あの当時最後テレビもデビューしてまして、私小学校の4年か5年ぐらいで、かっこよかったですね、当時の最後テレビ。17歳の子の胸でデビューして、身長が高くてね、さ、あ当時にあの少年ジャンプ、少年画報とかあのあれ雑誌見て、背が高くなる人は身長伸ばし器というのがありましたとかね、ありましてですね、エクスパンダーとか体を鍛えて背を伸ばして、あ最後テレビみたいにテルちゃんみたいになりたいなと思って思うんですよ、小学生の頃です。そうです。星のフラメンコ行ってみましょうか。あの好きなんだけどお願いしますね。はい。みんな身長の上。間違えたらごめんなさいね。それでは皆様、合唱しましょう。出だし分かりますか？白いのバラ。え
る僕に君の瞳が明るく笑う。いつも心に二人の胸に夢を飾る綺麗な夢、美しい10代、ああ10代、泣いて生きよう幸せの花。だん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 、君の女だった。ノートを切るに君貸してあげよう、貸してあげよう、優しい君に。辛い日もある、辛い日もある、泣きたいことも泣きたい、あるさ、それでも、それでも励ましが、美しい10代、ああ10代、抱いて咲かそう幸せの花。あのサンドイッチのことをハングル語で何て言うか分かります？なんて言うか、サンドイッチ、サンドイッチはサンドイッチだろ。 No, no, no. どうやって言うの？パンにハム挟むにだ。え、受けました？あの受けたシーン、スタッフ昔いらっしゃいましたね。受けた受けた、ごめんなさい。何でしたっけ、サンドイッチじゃなくて冬のソナタですね。いきます。あの韓国語はほとんど分かりませんが、韓国語で歌います。私も歌います。Thank you.
泣かせてしまうから、そして僕の心が動かなくなる。会いたいと思ったり、僕はボロボロに傷つく。忘れよう、忘れたり、忘れられない。知らなかったよ、愛することがこんなに苦しいなんて。願うしぶってまだの耐えるうるぼりげまるどにか、俺とたなどないてとてるのかすおけまでかん。願うしぶってまだな色気無のじょぼりごまにか、あむり以上両声でるすぐる一致すおけはるか。終わります。ありがとうございます。